昔ね、友達と海に行った時の話なんだけど、砂風呂をやろうとして、あんまり人目が多い場所だとちょっと恥ずかしいから、あんまり人気のないところで、友達に砂かけて埋めてもらったんだ。顔には日よけのパラソルがかかるようにしてもらって、快適だったし、すぐにうとうとし始めた。その時、不意に誰かが近づいてくる気配がして、起きてたらやる。と、若くはない女性の声で喋ったのよ。友達の声じゃなかったし、妙に抑揚がない喋り方だった。かなり眠かったから無視したんだけど、結局それきり声はかけてこなくて、気配もすぐ立ち去った。しばらくして、砂から出て海で遊んでたんだけど、人も少なくなった帰りの時間に、パラソルをあの場所に置いてきてしまったことを思い出して、取りに行ったのね。言い忘れてたけど、あの時に砂から出る際、人がまだいるかのように砂を盛り上げて、パラソルも、顔に当たる部分が見えないように配置していたわけよ。友達を驚かそうとしていたんだけど、結局待つのがめんどくさくて、すぐに別の場所で合流してしまったんだけどね。で、パラソルを取りに戻った俺が見たのは、俺のじゃない別のパラソルが、砂の盛り上がった部分に何本も突き刺さっていたのね。俺のパラソルは切り裂かれて、顔があるべきはずだった場所に垂直に突き刺さっていた。あと、なぜかカミソリが、頭と胴体の間にめり込んでいた。正直怖かったし、怖い話のテンプレみたいだなとも考える自分もいた。とりあえずゴミはまずいから、自分の分のパラソルの残骸は持って帰ろうと思って、思いっきり深く刺さってたそれを、軽い怒りとともに引き抜いたのね。そしたらさ、遠くからなんか声が聞こえてきて、視線を向けると、結構長い砂浜の向こうから、ものすごい勢いで走ってくるやつがいるのよ。で、そいつがなんか叫んでるの。まだ残っていた人たちが、そいつから後ずさっているのはよく見えた。もう俺もすぐに走って車に戻って、よくわかんない顔してる友達を車に乗せてさっさと逃げた。焦ってはいたが、距離はかなりあったから結構余裕ではあった。けれど、笑いながら、起きてる、起きてる、起きてる。と走ってくる姿は忘れることができない。